どうした？助けて助けて、洗うね、辛いの、痛いの、来る。あいつが、私が亡くなるのを助けて、洗うね。じゃない気がする。姉さんが私に助けを求めて。何言ってるの、姉さんは。しっかりしなくては。待っているわ、灯火の守り手が。くそ、そんな。そうだ、陛下。ありがとう、クラウザー。よく来てくれました、選ばれし者よ。これより灯火の守り手による会議を執り行います。で、何を話すんだ、女王さん。まずは状況を整理しましょう。サザントスにより神々の指輪が奪われました。奪われた指輪は7つ。主王女、来見将、闘魂使、赤学王、新小白、武闘記、霊薬庫、
残る一つ、聖火神は選ばれし者の指に。サザントス、何者なのだ。彼は聖火種子長。聖火教会のもと、指輪を守る立場だったはずです。まさか神様を殺して指輪を奪うとはな。その種子長さんに何か変化はあったか。いえ、私にはそれくらいしか。欲のない世を作る、そう言っていました。欲のない世。それにあの扉、あの現世のものとは思えぬ者たち、一体何が起きているのか。現状では判断材料が少なすぎる。すぐにでも情報を集めよう。前のめりだね、海の女ってのは。しかし、何をどう調べる。赤き扉に鍵をかけよう。影たちが忍び寄る前に。昔読んだ文献にそんなことが記されていた。ホルンブルグ王国に伝わる。ホルンブルグ、数年前滅亡した。はい。赤き扉、影たち。今回の件に関係があるかもしれません。いいぞ剣王、ホルンブルグ王国について調べる価値はあるかもな。他に手がかりもない。わかりました。まずは学者たちを集めましょう。ホルンブルグ王国についての文献を当たるのです。アラーネ様。血を晒せ、血を晒せ。我らが王は彼の女帝タテの国、むごたらしい肉塊と変えられ晒された。王として、いや人としての尊厳もなく、エドラス女王はあろうことかそのけだものを生かしている。タトゥロックを処刑せよ。我らの前に醜い肉塊を晒せ。その血を見るまでドニエスクの怒りは静まらぬ。血を晒せ、血を晒せ。陛下、ドニエスクはタトゥロックの処刑を要求しています。ドゥデク王は民に慕われ長く国を率いてきました。王の死後、ドニエスクは後継も決まらず混迷しています。あの女帝の首を落とさねば静まりますまい。このままでは奴ら何をしでかすか。民に被害が出てからでは遅いですぞ。陛下、どうかご決断を。アラウネ。これはエドラスだけの問題ではない。
私の一存で決定すべきではありません。決を取りましょう。我々で処刑の是非を問うのです。皆さん、準備ができましたら玉座の間に集まってください。皆さん、お揃いですね。では、決を取ります。処刑の是非と理由を順に述べてください。まずは、処刑に賛成する。理由はシンプル。数の問題だ。奴の命一つで、多くの命が救える。私も処刑に賛成する。罪を罰しもせず、いかにして秩序を築く。未来を実らせたいなら、それを支える大地を整えねば。あの女帝は大罪を犯した。ドニエスクの言い分は正当だ。賛成が2票。私は反対です。どんな悪行を成した者にも、どんな命にも救いはある。そう信じなければ未来は訪れない気がします。下で集まっている民衆にそう説くのか。大事な人間を殺した罪人の良心を信じろと。待ちたまえ。こうは考えられないか。狼を殺すべからず。群れの恨みこそ災いなり。ほう、狼の報復を警戒すべきだと。いかにもゴッドファーザー。その呼び方はよせ。ガロハに残存する戦力は不明。後に大軍が再来するや。その時、女帝が殺されていれば、この暴動程度では済まんぞ。交渉の材料として生かしておく値打ちはある。ということで、私は反対に一票を投じよう。待ちな、剣王。宅の上じゃ理にかなってるぜ。先のこと心配すんのは見通しがいい時だ。だが俺たちは目の前にでけえ問題を抱えてる。起きるかわからんことを吟味してる余裕があんのかよ。人の命を奪うなんて誰だってしたくねえさ。だが奴らを納得させんのに他に方法がねえなら、俺は処刑に賛同するぜ。賛成が3、反対が2です。あんたはどう考える、女王さん。タテロックを生かしたのは私の一存。そして私はこの採決の発議者です。中立とさせていただきます。え、そんなんありかよ。確かに現状は見過ごせず、一刻の猶予を争うのも事実です。この会議の結論は皆さんの意思に委ねます。反対に賛成3、中立1。選ばれし者よ、あなたの意見は？聞かせてくれ。あんたの言うことならみんな耳を傾けるぜ。選ばれし者よ。
わかりました。これで賛成3、反対3、中立1です。同数か。どうする、アラウネ。あとは女王さん次第だぜ。何の騒ぎだ。アラウネ様、どうかこちらへ。選ばれし者よ、行きましょう。血を晒せ、血を晒せ。アラウネ様、お下がりください。これ以上は抑えきれませぬ。腕がちぎれてもアラウネ様に近づけるな。これは私が手配したエルドリクス様。処刑の是非に関わらず、当事者を出さぬことには民衆を抑えきれない。彼らが武力に訴えるのは時間の問題だった。反論の余地はあるまい。英断だ、エルドリクス殿。待ってください。私たちの決断まだ。時間切れだ。血を晒せ！血を晒せ！アラウネ。ケツはどうすってのが俺たちの答えだが、あんたが生かした命だ。最後、あんたが決めな。心正しく歩、たとえ何者が道を阻もうとも。心正しく歩め、姉さん。私の守るべきものはこの国の民と泣いて物事が解決するなら私だってそうするわ。だけどそうはいかない。私にはまだ守るべきものがある。守るべきもの。ねえ、あらね、あなたいつの間にそんなにたくましくなったの？姉さん、これが私の。何をしておる。とっととやれ、パーディスの娘よ。心悪しき者よ、我が怒りの炎をもって汝は主を知るだろう。
守るべきものは受け継がれる。姉さん！背を払い進む未来に何が待つというのですか。この者の犯した罪は決して許すことはできません。しかし私はエドラス王国女王アラウネ、私の名においてこの者には必ず罪を償わせます。しかしそれは処刑ではありません。罪を血で贖えば我らの道も血塗られます。罪を洗い流すのです。未来を汚すことなく。女王よ、わらわを生かすならば必ず後悔させてやるぞ。心正しく歩め。たとえ何者が道を阻もうとも。こっちの都合も考えろよ。愚かね。自分たちで争っている暇があるとは。力試しにはちょうどよさそうかな。さてと。構え！迎え撃て！下がってな。ありがとうございます。アラウネ、俺のケツを離れんなよ。リシャール、そんな構えではアラウネを守れぬぞ。すまねえ、頼れるケツだぜ、エルトリクス。指輪が…あの先へ…行ってください、選ばれし者よ。ここは任しとけ。
選ばれし者よ。いかにも。ええ、選ばれし者、変国に干渉してくるとは、やはり。だが、これ以上サザントス様の邪魔はさせない。ヴェルム・フラマ・マレディグ・フラマ。ヴィフィ・イルド・アニマ・ウェスト。このものを知っている？おお。エドラス王国最強と謳われたマフレス将軍よ。何やら無念を残しこの地にとどまっていたのね。哀れにも。かつての無敵の獅子も、さて一興ね。国を守るべき将軍が国を滅ぼすのだから、あなたに止められる？選ばれし者よ。情けない。無に帰りなさい。
し者よ。何があった？煉獄。死者の世だと？そんなものが。奴らは死者を操れるのか？あのマフレズ将軍が我が国の英雄すら操られていたなんて。今回はそう、挨拶みたいなものよ。次は必ずクラグスピアを落とす。終わりの時は近い。いいや、今終わらせてやる。せっかちさん。クラグスピアを落とす、そう言っていました。もっぺん策を練る必要がありそうだな。マフレズの無念を思うとやりきれませぬ。死者となっても操られるなど。姉さん、助けて、助けて、洗うね。欲深き哀れな魂よ、黒き炎に身を焦がし我がしもべとなれ。エリカ、我が忠実なしもべ、終わりの時は近い。